大家好，我是猪仔包，我哋又嚟玩呢个刀剑神域夺命空弹啦。咁啊，上一集我哋就解锁咗同人模式啦，咁就玩呢个 BBO 喎，咁啊进入咗决赛咁啊，俾个 death 更大挂咗。咁啊，中间我就去练咗几级，咁啊而家同人咧就68级，希望咧可以去练过佢80级。おとなしく自首しろ、デスガン。唔明点解要打佢几下，扣咗5.5条血度，跟住就要又捞一次大我镬。跟住啲血就要，哇！呢件事。哇走啊！呢个瞄准一下就挂齐，走近啲，走近啲好似都系好难。BOB 本線の除非同佢嚟到好鬼遠，嚟到好鬼遠嘅話，佢有嚟到好鬼遠都唔係好打。フィールドの中央というのは、うん、試合を考えて ひとまずこの中で隠れてよ。最麻烦的地方就是死咗一次就要喺全体咁暗呢个跳过剧情，你一跳就跳晒全部。死ぬ覚悟はでき。珍しい武器だ。おとなしく自首しろ、デスガン。哎呦！枪啊！起身啊！
約束の時が。はあ。オリジン。そう。ほう。それは覚えていたのか。なぜ俺を狙う？討伐隊として、俺はあの時お前と戦った。そしてお前は捕らえられ、デスゲームをクリアするまで牢に閉じ込められた。その恨みか。俺は本物の殺人者だ。生き残るためだけに殺したお前とは違う。偽りの力を振るうお前に裁きを与える。決して忘れられない記憶を植え付けてやる。このエスドック使い、確か昔アスナから話を聞いたことがある。バーフコロの幹部である、黒の装束の毒ナイフ使い、ジョニー・ブラックと、最後のもう一人の幹部、赤の逆十字を染めたマントを羽織り、最後はアレス・セイシュ第一雑魚。どうした？もう終わりか？このままではどうにかして奴に隙を作らないと。赤目のザザ、それがお前の名前だ。名前が分かった以上、すぐにお前の身元は割れる。共犯者もすぐ捕まるだろう。ラフィン・コフィンの殺人はこれで完全に終わったんだ。まだ終わらない、終わらせない。あの人がお前を。終わったのね。ああ、やつの名前は分かったんだ。犯人たちはすぐに捕まえられるよ。だけど共犯者はもしかしたら私のそばに。デスガンはシノンを殺せなかった。あいつはおそらく自分のルールを持っている。共犯者がシノンを狙うことはないだろうけど、念のため気をつけてくれ。ログアウトしたらすぐに様子を見に行くよ。病院の場所からシノンの家まですぐだからな。ログアウト。この大会も決着をつけないといけないわ。そうだな。どうしよう。参ったな。モニターの前の観客はイライラして待ってるだろうし。二人で同時優勝はどうかしら。それができればいいけど、どうするの？お土産グレネード。負けそうな人が巻き添えで死に際にグレネードを転がすの。ほら、これあげる。いない。部屋の鍵もかかっている。キリトの推理通りならさっきまでデスガンの共犯者がここにいたのね。
ベッドの下とかに隠れてないよね。それ浅田さん、 BOB 優勝おめでとう。お祝いに来たよ。新川くん、ごめんね突然。でもお祝いしたくってさ、コンビニのだけどケーキ買ってきたんだ。ちょっと待って、今開けるから。お邪魔します。その辺に座って、お茶くらいしかないけど。気にしないで、疲れているでしょう。あのね浅田さん、大会前に話をしたよね。 BOB が終わったら話をしに行くって。ああ、そうだったわね。浅田さんはあいつのこと、あのキリトのこと。どうしたの急に。ねえ、僕じゃダメなのかな。僕ならずっと一緒にいてあげるし、ずっと君だけを見て君を守ってあげるのに。あの黒髪、決勝の時に一緒にいたアバター、あれキリトだよね。なんであいつと一緒なんだよ。僕以外の男を見ちゃダメだよ。新川くんね、ちょっと落ち着いて。浅田さんは僕を裏切っちゃダメなんだ。僕だけを見ていなければダメなんだよ。動いちゃダメだよ浅田さん。この注射はね、全然痛くないから。痛みを感じずに心臓が止まるんだ。大丈夫、怖くない。僕と君はこれで一つになるんだから。二人で生まれ変わってずっと一緒に。浅田さん、好きだ。ずっと憧れていた。覚えているかい、図書館で銃のカタログを見ていた君に声をかけた時、僕はすでに知っていたんだ。君が悪人を殺したことのある女の子だってことを。そんな、街中の噂だったからね。すごいなって思った。本当の強さを持っている子なんだって憧れた。愛してるよ浅田さん。愛してる浅田さん。やめて。死な、キリト。咁快有车。シノンさん、シノンずるいよ。僕も BOB 出たかったな。勇気。でもみんなそんなに怒っちゃダメだよ。せっかく二人とも無事に戻ってきたんだから。みんなごめん、驚いたわ。 BOB にシノンが出ているのを見たとき。ごめん、でも言えばきっと止められると思った。バカね、そんなの止めるに決まってるでしょ。おかえり、シノノ。あなたが無事で本当によかった。あの、まあいいか。パパも無事でよかったです。おかえりなさい。おかえりなさい、キリト。B.O. ありがとな。アスナに構ってもらえないから寂しいんだ。それなら私がなでなでしてあげるよ。ストレア、キリトにあんまり抱きつかないの。もう見ているこっちが恥ずかしいよ。ねえキリトくん、あの女の子みたいなアバター見せてよ。可愛かったよね。やめてくれよ、あれは永久封印だ。というより飛行家が用意したやつだからな。俺がアカウント代を払っているわけじゃないし、使い終わったから削除するんじゃないの。もったいないな。
その菊岡さんだけど、デスガンは捕まったのよね。死枪打草機。あいつのラッコ不印のタトゥーを見たときは驚いたぜ。まさかあれを GGO で見るとは思わなかった。そうだな、俺も驚いたよ。これは気候家からの話と俺の推理も混じっているんだけど、デスガンは2人いたんだ。その1人は新川教授、 GGO ではシュピーゲルの名で、ここに来る前にやっていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。そしてもう1人が教授の兄、新川翔一だ。そいつがラフコフの赤目のザザだったんだ。赤目のザザ？あのエーストック使いか。確かラフコフを討伐した時に捕らえた上級幹部よね。まさかあの時のことを恨みに思っていたの。ことの発端は結構複雑なんだ。気候家から聞いた話なんだけどさ、新川兄弟は大きな病院の跡取り息子らしい。だけど兄の翔一は幼い頃から病弱だった。 SAO 事件のこともあり、跡継ぎ候補は教授になり、厳しく教育されていたんだそうだ。でも教授の成績は伸びず、だいぶ追い詰められていたらしい。そんな中でも翔一と教授の仲は良かったそうだ。特に教授はSAO で殺戮者になった兄を尊敬していたらしい。教授にとってそれは現実の重圧から解放してくれる話に聞こえたのかもな。そうだったの。模試の結果に落ち込んでいる様子は見ていたけど。そして新川兄弟は一緒に VR ゲームをやるようになった。 GGO で教授はシュピーゲル、みんなも何度か見かけたことがあると思う。翔一はステレベ、これはドイツ語だったらしいな。意味は病院用語で死ぬこと。死なんでそんな名前をつけたのかしら。さあ予想はできても本当のところはわからない。それにいつ殺人に思い立ったのかもな。ただおおよそのきっかけはわかった。それがあのボロマントだ。あのマントは翔一がリアルマネートレードで手に入れたもので、メタマテリアル高愛曲迷彩機能、つまり透明化できるマントなんだ。おいおい、そんなもん聞いたこともないぞ。私も初耳だわ。おそらくシノンのスナイパーライフル以上のレアアイテムだろうな。そいつを利用してステレベンは総督府のターミナル前に張り込んだ。そしてプレイヤーがターミナルに打ち込む個人情報を盗み見たらしい。最初はただのいたずら心だったようだけどな。その頃キャラクター育成につまずいた教授はトッププレイヤーへの恨み事を兄に打ち明けていたらしい。その話の中でデスガン計画が具体的に作られていった。ちょうどゼクシードたちの個人情報を得ていた兄弟はそれを実行したというわけさ。大きな病院には緊急時に患者の家の鍵を開けるための合法マスターキーがある。それと高圧注射器に劇薬を盗み出した兄弟はゼクシードとウスシオタラコを手にかけた。しかしデスガンの存在はふざけた噂話にしかならず。ああ、僕も噂を聞いた時はただのデマだと思ったよ。新川兄弟はBOB でデスガンの存在を誇示するつもりだったらしい。俺とシノ、新川君は私が狙いだったのよね。そして翔一は俺を狙っていた。え？じゃあデスガンの仲間がうちにも来ていたの？いや、翔一、ザザの目的は俺の命ではなかったようだ。何より死よりもっと深い傷を俺に与えたかったのだと思う。あいつは俺を卑怯者だと言っていた。偽りの力を持つ者だってさ。記憶を封じ目を向けることすらなく、ただ彼らを忘れていた俺を奴は許せなかったんだと思う。
キリト、自分を責めちゃダメ。あなたが動いたから BOB で殺される予定だった人は救われた。もちろん私もよ。シノン、ねえ、なんでデスガンは人を殺したんだろう。強いプレイヤーを殺しても何にも得られないのに。ラフコフたちがなぜ人を殺めたのか、 SAO の頃から私には理解できなかったわ。まだ事情聴取は始まったばかりだしな。他にも共犯者がいないかを含め調べているらしい。彼らの話を聞けば少しは事情がわかるかもしれないけど、難しいだろうな。お兄さんの方はよくわからないけど、進化、いえ、教授君はきっとみんなと同じだと思う。トッププレイヤーになりたい、最強と呼ばれたかったのよ。それは強くなりたい。ただ強くなりたいの。現実世界で教授君はとても辛そうだった。オリジンでも GGO でも彼はいつも上を目指していた。たくさんの時間をつぎ込んで、それこそ現実と仮想が逆転するくらいに。それは単なる現実逃避かもしれない。だけど教授君は真剣だった。でもうまくいかなくて、彼は次第に私に理想を重ねてしまったのだと思う。だけどその根源にある気持ち、それは私だって誰だって持っているものではないかしら。そうだな。もちろんそれが人を殺めていい理由にはならない。それでも私いつか教授君と話したい。リアルでは相変わらず銃は苦手だけど、そんな浅田シノが、シノンが今まで何を考えてきたのか、ちゃんと彼に話したいの。そうだな、機構課に伝えておくよ。うん、お願い。最後にもう一つ重要な話がある。進化は兄弟はナーブギアを盗んでいないと言っている。嘘の可能性もあるけれど、俺は違うと思う。この件は引き続き機構課持っている。みんなも念のため気をつけてほしい。君も仲間たちに。待て、あ、そうか、今日は来てなかったんだな。クレハもゼリスカもイツキもいないのか。じゃあアバシスさんにメールを送っておきますね、パパ。ああ、内容は極秘だから時間があるときに俺のところまで来てほしいと伝えておいてくれ。わかりました。お、エラーが帰ってきました。おかしいです、このエラーは。アバシスさんが GGO に存在しないことになっています。なんだって。他のみんなはどうなんだ。無理よキリト君、 GGO のシステムでは相手がログインしているかどうかもわからないわ。あの、じゃあリアルの方に連絡は取れませんか。誰、聞いてないよ。多分みんなもそうだろ。俺なんかリアルの名前すら聞いてないよ。そうね、私も GGO のメールでやり取りしているだけだったから。リアルの情報なんか聞かなくても問題なかったからな。ユイ、アバシスがどうなっているか調べることやってみます。ストレア、プレミアさんも力を貸してください。はい、セブンにも協力を仰ぎましょう。オッケー、頑張るよ。私にできることはある。私も手伝う。あ、町に出てクレハさんたちを探そうか。いや、みんな念のため戦いの準備をしておいてくれ。うん、幽灵子弹。OK。变更他们的服装，才有跟重复哈。一定是服装选单 ，OK。
上送人了。哦，哦，可以送三。何でも相談してね。送。好啦，咁就今集就先嚟到呢度啦，我哋下一集再见啦，拜拜。